みんなおはよう。今日も一日頑張ろうと思ったけど、体が重たいな。牛のうんちってやばすぎだ。一日で20キロぐらい出るんだって。体が重いからもう動きたくないよ。ニートだよ。だけど太ってて重たいと思いきや、おしっこも混ざってるから水分量が 87%、 ほぼほぼ水分なんだよ。水ニートだよ。全然乾燥しないから水分で細菌が繁殖してめちゃくちゃ臭いよ。めちゃくちゃ臭いから友達もできないよ。ぼっちニートだよ。友達になろうよ。なんだ君たち。僕たちは微生物。風の中の有機物を分解して変化させて匂いを抑えちゃうよ。ということはお花畑みたいな香りがするかな。匂いを抑えるだけで臭いよ。ただただ臭いよ。だけど友達ができてよかったよ。俺らも仲間に混ぜてくれよ。なんだ君たちは。俺らは病気の微生物。おい金よこせよ。友達だろ。助けて。怒ったぞ。怒って発酵してやる。発酵すると体が熱くなる。60度以上もあって熱すぎる。やられる。これで平和が訪れた。発酵もして乾いて肥料になっちゃった。じゃあ僕は肥料としてこの土を肥やしてくよ。頼んだぜ長男。次男の僕もお出かけだ。どこに連れてこられたんだ。ああ、燃やされる。助けて。僕が燃えた力で電気が生まれる。なんか悲鳴が聞こえた気もするけど気のせいか。じゃあ僕もお出かけだ。ここはどこだ。ここに一人ぼっちなんて寂しいな。僕と友達になろうよ。なんだい君たちは。僕たちはメタン細菌。僕たちのおかげで君はメタンガス星と生まれ変わるよ。空も飛べる。なんだか力が湧いてきた。この力を使って宇宙も飛べちゃう。うんち宇宙を舞う。チャンネル登録よろしくお願いします。